バプテストは、バプテスマを行う者の,の意味に由来しており、イングランド国教会の分離派思想から発生した、キリスト教プロテスタントの一教派。個人の良心の自由を大事にする。バプテストは17世紀頃にイングランドで始まり、現在ではアメリカ合衆国に多く分布している。アメリカ合衆国の宗教人口はプロテスタントが、 最も多いが、その中で最も多いのがバプテストである。アメリカの保守派に属するバプテスト派、ことに南部バプテスト連盟は、アメリカ合衆国のヒカトリック教派団体である。バプテスト派は、アルミニウスの流れを組む普遍救済主義を支持する、ジェネラルバプテストと、ジャンカルバンの流れを組む予定説を支持する、パティキュラーバプテストとに分かれる。現在は、 パティキュラーバプテストが数において優勢である。アメリカのジェネラルバプテストは存続を保っているが、イギリスのジェネラルバプテストはパティキュラーバプテストに吸収されつつある。アメリカのパティキュラーバプテストは奴隷制度に関する意見の対立以降、米国バプテスト同盟と南部バプテスト連盟とに分裂している。日本には主に19世紀末に、 アメリカからパティキュラーバプテストが伝わっているが、ジェネラルバプテストによる宣教もなされている。その他に、アフリカ野党、ロシア党への宣教もなされている。ランドマークバプテストはプロテスタントを自称しない。マルティン・ルターが始めた、福音主義よりもさらに急進的な立場で、根本的宗教改革とも言われ、聖書を唯一の信仰のよりどころとする、聖書主義に立っている。 保守派または、キリスト教根本主義の間では、聖書の無語性、または、聖書無微説、畜語霊関説が支持されている一方、そうした説に立たない立場の日本バプテスト同盟、日本バプテスト連盟などでは、聖書本文についてそのコンテクストを大事にする、口頭批評的読み方が支持されている。バプテスマとは一般に洗礼と呼ばれる儀式のことで、あるが、 バプテストでは特にこの時に全身を水に沈めること、または信仰告白を行うことが重要であるとする。バプテストの格好教会では、先例の語を避けて信霊またはバプテスマと呼ぶことが多い。従い、自覚的な信仰告白のできない、新生児や乳幼児がバプテスマを受けることを否定するのが特徴的である。ゆえに、 全神霊によらない洗礼をバプテスマと認めず、他教派で受洗しているキリスト者が、バプテストの教会に転入を希望する場合に、バプテスマを改めて求めるバプテスト教会もある。ただし、信仰告白に基づいた洗礼を受けたクリスチャンとして、すでに積み重ねられてきている信仰生活を確認した上で、再バプテスマを求めないで、信仰告白により転入を認めるという立場を取る。 教会も最近は多い。さらに近年では、教会によってはバプテスマを受けようとする志願者が、高齢の場合や病床にあるという個別の事情により、雫づくを取り行っている。また意思表示ができない、障害のある者の,のバプテスマについても、積極的な議論がなされている。しかし、いずれの場合も、教会の総意が必要とされている。バプテストの群れでは、 職務として牧師が説教と巻き会を担うが、牧師も含め全ての信徒は身分においては平等で、あるとする万人最主義をとる。特に、バプテスト教会の早々期においては、信徒総会で承認さえされれば信徒であっても、霊天の執行が行えたり、説教も行えたりできた。このバプテスト教会における信徒の立ち位置については、実質的に牧師が組織の中心となっていた。 プロテスタント教会の他教派からも批判されることがあったほどで非常に斬新な取り組みであったことがわかる。当時、バプテスト教会で活躍した信徒指導者は大学で進学を学んだわけでもなく、職人などの世俗的な仕事を兼ねていることも少なくなかった。そうした指導者の一人がウィリアム・キフフィンで手工業者から貿易商人を経てパティキュラーバプテストの牧師。 指導者にもなり、1643年頃から亡くなる1701年まで貿易に従事しながら、バプテスト教会の牧師として過ごした。バプテスト教会は、牧師と信徒の間の身分的上下関係や区別は、ないとする。牧師と教会員の働きの違いはあるが、教会運営は、教会員一人一人が平等な立場で参加した、総会を中心として、 責任ある話し合いによって、教会の意思が決定される。バプテスト教会は、カッコ教会が自主独立の主体で、教会間のいかなる支配関係も認めない立場に立っている。しかし、カッコ教会は、相互に支配、従属の関係に立たず、自主独立しているが、多くの教会が他の教会との協力を喜ぶ目的で、宣教の協力隊を結成している。 これら協力体は、格好教会に対して、上位の機関ではないとしている。バプテスト教会は、17世紀初めに、いち早く政教分離の原則を主張したと言われている。キリストの支配する神の国と国家を区別し、国家は、教会のことに介入してはならないと表明した。これらの特徴は、現代にも受け継がれ、人間の平等、信教の自由、 両親の自由という理念を求めてきたバプテストは、時代の統治者に対して正義と公平を提供することを求めてきたとされる。教会自体が政治的活動に関わるかどうかは、教会それぞれ異なっている。日本バプテスト同盟、日本バプテスト連盟は、政治的、社会的活動に積極的に関わっているが、保守バプテスト、 バイブルバプテスト、日本バプテスト連合などは政治自体に関わらない傾向にある。プロテスタント諸教派の系統外略、ロバート・ブラウンにより始まった英国国教会分離派の思想は、やがて、ジェネラルバプテストの母教会の牧師ジョン・スミスに受け継がれる。スミスはトマス・ヘルイスに恩師として影響を与えたが、当時ウォーターランド派。 メノナイトとの合併を考えていたスミスがヘルウィスに対して具体的にどれだけの影響を与えたかは協議して議論の決着がなされていない。世俗の権威についての説をめぐる対立からスミスはヘルウィスによって破門される。後にヘルウィスらは1612年ロンドンでジェネラル・バプテストの教会を建てた。ジェネラルの名は普遍救済説を取るところから来る。 これによればキリストは万人の救いのために死んだと信じられる。パティキュラーバプテストは元イングランド国教会司祭であったヘンリー・ジェイコブ牧師により発足した非分離派回収主義協会からより分離派的協会を求めて離脱した者らが1642年に再新礼を行って教会を新設したことに始まった。この再新礼は次のように伝えられている。 離脱した者の,の一人、リチャード・ブラントが、オランダの心霊実践グループから指導を受けて、ロンドンに帰国し、まず離脱者の指導者ブラックロックに心霊を授け、次に、ブラント自身が、ブラックロックに心霊を受ける。そして、この二人が、他の51名に心霊を授けたとされている。1644年に、彼らは、第一ロンドン振興告白を公表した。 ブマンジアでグレインズレオスティデシノワ・バプテストは当時イングランドで吹き荒れていた新京都革命でニューモデル軍に入り込みイングランド共和国語国境オリバー・クロムウェルの伏線でアイルランド総督チャールズ・フリートウッドが統治していたアイルランドを実質的に軍事支配したしかし反カトリックなど過激な方向に走ったバプテストを危険視したクロムウェルの意向で フリートウッドが1655年に、クロムウェルの息子ヘンリー・クロムウェルと交代させられると、バプテストは後援者を失い、過激派を遠ざけて、アイルランドの安定を優先するヘンリーにより、バプテストは排除された。アイルランドから遠ざけられたとはいえバプテストは、イングランド本国で宗教の用として扱われ、クロムウェルら独立派が推し進める、宗教統合政策で、 ピューリタン諸宗派の中でも独立派、長老派、バプテストを中心として、1654年に聖職者の資格審査と不適格とされた聖職者追放を担う審査委員会と追放委員会が設置、国教会に代わる国家教会制度が共和国で構想され重要性が増した。国家教会の終焉に国家から許された宗派を並立させることも重要視されたが、 この構想は、クエーカー・ナバプテスと、第五王国派など、他の宗派から非難され、クエーカーは、政府から弾圧されてもひるまず、娯楽を禁じる厳格な道徳政策は、庶民の心を政府から離れさせ、従来の国教会の礼拝は密かに続けられ、国家教会制度はあまり浸透しなかった。やがて1658年に、クロムウェルが死亡、息子のリチャード・クロムウェルが、 軍の圧力で、翌1659年で、五国教を辞任すると、国家教会制度も終わり、1660年の王政復古で国教会が復活、バプテストは弾圧される立場に転落していった。1688年の名誉革命に伴う、翌1689年の関与法でバプテストは、信仰の自由を認められたが、それは、 国教会の優位を前提として政府に忠誠を誓った上での条件付きだった。また同年に、バプテストは、ロンドンで各地の教会代表を集めて、総会を開催六百七十七年に制定した第二ロンドン信仰告白を教派として公認した。十八世紀では、パティキュラーバプテストが増大。ジェネラルバプテストの方は、多くの信者がユニテリアン主義に変わり、 残りは1770年に新組織を結成したが、長く続かず、パティキュラー・バプテストと接触し1813年に、バプテスト連合を結成した。そして1891年に、両派は合体して、現在に至る。北米では、アメリカ合衆国に、主に伝わり、19世紀半ば、奴隷問題をめぐって、南部と北部に分裂した。19世紀、 米国のパティキュラーバプテスト派は3年ごとに招集される定期総会において奴隷問題と国外連動政策を議題として取り上げた。1844年12月17日の定期総会では奴隷所有者が選挙主催用に出願した場合、我々は彼を任命することはできない。確実なこととして我々は決して奴隷制度に賛成を暗示するような いかなる協定にも関係することはできないと明言した。これに対し、南部のバプテスト信者は、従来の定期総会の決議を覆すものだと強く、反対し、1845年に定期総会から分離して、南部バプテスト連盟を組織した。一方、定期総会に立脚した側は、アメリカバプテスト選挙連合を組織し、1907年に、 米国のバプテストの諸教団が合同し、北部バプテスト大会1950年、アメリカバプテスト大会1972年、アメリカが衆国におけるアメリカバプテスト教会と改名して、現在に至る。19世紀初期から黒人バプテスト系の少人数の組織が存在し、1860年代には黒人バプテストの修連名が組織されるようになる。 1895年これらはナショナルバプテスト連盟を結成。現在は、米国ナショナルバプテスト連盟、アメリカのナショナルバプテスト連盟、進歩主義ナショナルバプテスト連盟のアフリカ系、米国人、バプテスト連盟の成立に至っている。近年、これらのアフリカ系米国人バプテストの諸教会は、アメリカバプテスト教会や南部バプテスト連盟の諸教会と提携するようになった。 南部バプテスト連盟は、米国南部において、実質上国境化したと言われるほどに成長し、現在の強制は、米国の北部、さらに、カナダにまで及んでいる。しかし、アメリカバプテスト協会の強制は、南部バプテスト連盟とは、対照的に、米国北部地域に、ほぼ限定されている。なお、南部バプテスト連盟は、2004年6月16日の、 年次総会において世界バプテスト連盟からの脱退を正式に決定した。2006年には進歩派の新バプテスト連盟がジミー・カーター元大統領などによりスタートしている。日本のバプテストはプロテスタント諸教派の中でも比較的早くに成立している。歴史的事情とりわけ宣教師を派遣している戦母体によりいくつかの組織に分かれる。 1873年にアメリカバプテスト選挙連合はネイサン・ブラウンとジョナサン・ゴーブル両選教師を日本に派遣している。同年に横浜第一心霊協会が設立される。これは日本における2番目のプロテスタント協会となる。1884年には横浜バプテスト神学校を設立する。この流れは現在の日本バプテスト同盟。 教団申請会につながっている1878年にイギリスのバプテストの宣教団体であるイギリスバプテスト伝道会社は日本教区を設立する。そしてその年の12月に W.J. ホワイトが日本に派遣される。1886年に E.B.S. が派遣されアメリカバプテスト宣教連合と協力して日本宣教を行う。八百九十年 アフリカ伝道に専念するために日本選挙を打ち切り日本教区をアメリカバプテスト選挙連合の教区と統合する。南部バプテスト連盟からは1889年に初めてマッコーラム・ブランソンの2選挙士が来日している。これに先立ち1860年に日本2選挙士が派遣されるが太平洋上で難破して行方不明となっている。 来日している二人とその家族は神戸に上陸して日本語を学習して九州を中心に宣教している。また1916年には宣教師 CK ドジャーが福岡にキリスト教主義学校西南学院を設立している。これは現在の日本バプテスト連盟につながっている。1941年に日米海戦の見込みが深まる中で主に アメリカが州国籍の宣教師たちは帰国してゆく。最後まで止まった者も,のも1942年には交換戦で帰国している。しかし日本に泊まった宣教師もおり終戦まで難禁状態に置かれていた。1941年に日本の国策により教会合同がなされてプロテスタントの諸教派の多くは日本キリスト教団に合流してゆく。これは 日本の敗戦後も続くが、1947年に、南部バプテスト連盟系の旧日本バプテスト西部、組合加盟協会のうち16個が離れて、日本バプテスト連盟を結成している。1958年には、アメリカンバプテスト系の旧日本バプテスト東部、組合加盟協会の一部も離れて、日本バプテスト同盟を結成する。日記教団内に残っている。 北部バプテスト同盟系の旧日本バプテスト東部組合加盟協会は日本キリスト教団内の一グループとして教団申請会を結成している。沖縄県には1891年現在の米国バプテスト同盟により伝道師として原道之助と岡本伊佐が派遣されて教会や講義所が建設される。これらの建物は沖縄戦の中で失われている。 戦いの後に、教会等は、再建や新設されて、1955年には、沖縄バプティスト連盟が結成される。沖縄バプティスト連盟の発展には、米国バプティスト同盟と、日本バプティスト同盟の他にも、南部バプティスト連盟や、日本バプティスト連盟の支援を受けている。そのために1970年には、両系列団体の了解を得て、どちらにも所属しないことを決議して、 それぞれと関係を保ちつつ独立のバプテスト教派グループとして存続している。これらの流れとは別にバプテストを称する群れには日本バプテストバイブルフェローシップ等がある。これは1949年に米国バプテストバイブルフェローシップ諸教会から宣教師が派遣されて始まったものである。他には保守バプテスト同盟、単立バプテスト、日本福音同盟に加盟している。 日本バプテスト協会連合、自らをプロテスタントと規定していない、日本バプテスト連合等がある。ゼネラルバプテスト改革派バプテストバプテストバイブル、フェローシップ、インターナショナルランドマーク派、インディペンデントバプテストアナバプテストその他、セクト系、ジェネラルバプテストパティキュラーバプテスト南部バプテストありがとうございます。